はい、こんにちは。今日はいよいよ人間関係に関する地雷ポイントの最終パート5になっています。ここまでだいたい55個60個くらいの人間関係に関する地雷ポイントっていうのを紹介してきたんですけれども、まあ、仕事に関するとか感情に関するとか、それから、行動に関するっていろいろ紹介をしてきたんですけれども、皆さん自身がこれもしかしたら自分知らず知らずのうちにやってしまっているなっていうポイントですとか、あるいはが感じている、他人に対して感じていることっていうのがいろいろあったとすれば、それはぜひ強制していただく、あるいは今変えていくっていうのは難しいですから、そういう人たちとはちょっと距離を取る、あるいはストレートに指摘をするとかっていうのをやって、やっぱりこう人間関係っていうのは何度もこの動画の中でもう僕の YouTube でもお伝えをしたことがあると思うんですけど、ライフシフト100年時代を生きるっていう本の中でも、お金と同等くらいに大事なものが人生を生きていく中で人間関係って大事ですよというお話もしてますし、それから特に人生の後半になっていくほどお金以上に大事な存在になっていくからこそ人間関係っていうのは重要視すべきだということが書かれています。でその中でやっぱり人間関係っていうのはコツ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 積み重ねていくものなんですけど、信頼関係っていうのは一瞬でとある行動を一つしてしまうだけで、今から言うそれあるいは1から4までのパートの中で言ったような地雷を1回踏んでしまうだけで10年かけてきた誰かとの友情関係とか恋愛関係とかっていうのが一瞬で崩れてしまうっていうこともありえますので、ぜひこの動画をヒントにしていただいて、そういうことを防ぐために皆さんの頭に叩き込んでいただけたらなというふうに思います。ということで、本日は最後のパートということで、今度は他人の考え方に関するイライラポイントっていうこと、地雷ポイントですねっていうことでお伝えをしていきます。まず一つ目が伝統主義、新しい物事とか方法考え方っていうのをこう一切認めない、いやもうこれで決まっているからと、うちはもうこの味付けなのよとか、うちはこういうやり方でずっとやってきてるのよということで、もう一切もう柔軟性がなくて、もうそのやり方を突き通すという方ですね。もう時代が変わってるんだから、もう昔のやり方なんていうのはもう常に踏襲ばっかりしてたらダメだと、そうじゃなくてどんどん入れ替えをしていって、今最適な考え方やり方っていうのを取っていきましょうよっていうことなんですよね。それができない人はやっぱイライラされてしまうということです。それから感情優先、物事を決めるときに理論的に考えずに、あ僕これが好きだから好きみたいな感じでやられると、俺たちのことは無視かみたいな風に思われてしまってイライラさせてしまうということです。それからリスクテイカーということで、これはまあリスクを取るような人たち、これ先ほどの感情優先みたいなことに近いんですけど、こうなんか衝動的に物事を選んでしまう人、例えばなんか感情優先っていうのは自分がこれが好きだからとか嫌いだからっていう、その好き嫌いっていうのが優先的になるんですけど、リスクテイカーっていうのは何かっていうと、こう喧嘩を売られたら買ってやるよみたいなタイプですよね。あれお前あれ買わないの、なんだとてめえ、だったら買ってやるよみたいな感じですね。衝動的になんかきっかけがあったから買ってしまうっていうようなタイプ、これもまずかったりします。それから楽観主義、性格的には自分はすごくいいんですけど、周りからするとなんか物事のいいことばっかり見て、こうすごいこうなんか適当に見えてしまうので、もうちょっと現実を見て考えなくちゃいけないよっていうことで、現実を見ないで自分のペースでススススって進んでいくタイプっていうのは残念ながらイライラさせてしまっているケースもあります。そして、続いて受け入れすぎ、受け入れすぎっていうのは他人の考えをすぐに受け入れて自分の意見を全く主張しないとか、あるいはもうそもそもそれ自体を考えることがないっていうタイプの人だから、結局お前はどうしたいんだと、例えばですね、まあ、4人グループがいて、で3人がキャンプに行く話し合いをしている中で、どういう荷物を持っていったらいいとか、どこに行ったらいいとか、そこで何をするのがいいかっていう話をしてて、 A が D お前どう思う、うんそれでいいと思う、 B が D にお前どう思うって言った、うんそれもいいんじゃないかな、で C が D じゃあこれどう思う、うんそれもいいよねって言って、だったらお前は泥なんだみたいな、バーンみたいな、ね、ことになってしまうこともありますんで、ですから自分の意見も適度に言えるだけしっかりと考えておくっていうことも大事です。はい、それから続いて浅はかで
ですね。これはもう狭い知識だけで物事を決めようとすると、だからなんか物事を考えずに自分が思ったことをこうポンポンポン言うっていう、なんか最近のそのなんて政治とかに関することを言うべきなのか、なんて言ったんですかね、コメンテーターとかいるじゃないですか、ね、大した知識も持ってないくせに、あの政治、ね、なんとか首相とかなんとか、大臣に対するこの政治の施策はどう思いますかって言ったら、私はなんか良くないと思うなとかっていう、ああいう浅はかさっていうのを人をイライラさせてしまうと、はい、そういう物事を発言するんだったらしっかりとした論拠根拠っていうのを身につけてやっていかなきゃいけないのに、自分の感覚だけでもはやその知識も持っていないのにそういう発言をする人たちっていうのはイライラさせてしまいますよっていうことです。続いて警戒しすぎ、全ての問題を解決しないともう次にステップ進めない、だから石橋を叩いて渡るどころか石橋を叩いて、それからサーモグラフィー撮ってとかなんかいろいろパシャパシャ写真撮って、でどのポイントを歩いたらちゃんとこれ前に進めるんだろうかっていうのをものすごくチェックしてから進む、いやいやお前もう3人全員渡れてんだからあとお前だけです早く来いよみたいな状態になってしまってると、いやでもちょっと待って、お前ら3人が渡ったことによって俺一人が最後通るときに真ん中でズボって穴が開いて俺だけ落ちてしまうんじゃないか、いやそんなことはできない、だったらもうちょっと調べてからね、だから早く来いよっていう風にイライラさせてしまうっていうことなので、まあ、警戒をするのは大事なことかもしれないですが、それを度を超えると相手をイライラさせてしまうので注意しましょう。それから不真面目、真面目に不真面目、解決ゾロリーなんていう言葉を言ったんですけど、ゾロリーに関しては真面目に不真面目をやってるから受け入れられる、なんかただ単なる不真面目さだったとしたらいつもふざけて物事真面目に考えなくて適当でっていう風になったとしたら、これは人をイライラしてしまう、させてしまうので注意しましょう。そして、それから非伝統、これ一番最初に言った伝統主義と真逆ですね、もうルールもへったくれも何もないと、例えばその慣習に従わないっていうことも一つイライラさせてしまうポイントなんですけれども、例えば電車の列に並ばないとか、それから、何か物を買おうとこう手を伸ばしても、まあ、まさに商品が取れる瞬間なのに横からさっと取って私の勝ちみたいなことをやってくる、こういう無礼なタイプの人たちですよね、っていうのは人をイライラさせてしまう、まあ誰とは言わないですけど、どういうタイプに多いかっていうのは皆さんの中でも大体察しがついてるんじゃないですかね。続いて、楽観主義と逆で何でもかんでも物事をマイナスに考えてしまう人もイライラさせてしまいますので、そこのバランスっていうのをきちんと取りながらコミュニケーションを取るといいんではないかなというふうに思います。それから残り4つです。続いて無知ですね、知っておくべきことを知らない人、浅はかさとは違う、浅はかってどっちかというと知ったかぶりに近いところがあるんですけれども、これ知ってて当たり前だよねっていうことを知らないっていうのもイライラさせてしまうポイントです。まあ要はグループとか、集団で共通して持っておくべき考え方とか知識とかっていうのがそれぞれあると思うんです。会社の中だったり、部活とか学校でとか家族間でも、それを知らないってなるとお前何してんだよって言われてしまうんで、それも注意しましょうと。それから、疑りや警戒しすぎたはまた別で、何でもかんでもこれやって大丈夫なのかな、どうなのかなっていうことを常に疑ってしまうタイプっていうのもイライラさせてしまうので注意をしましょう。そして、理性派、いつもロジカルに何でもかんでも物事を決めていく、皆さんウォーキングデッドって見たことあります？ウォーキングデッドのシーズン4から出てくるユージーンっていう、まあ、ワシントン DC に行ったら世界を救えるぜって言って実は嘘だったっていう、まあ、自称科学者のキャラがいるんですけれども、自称科学者なんから私の計算によれば、今からここで5時間以内に待っていればグレンと出会うことができるとか、一個一個こう私の計算によると、私の計算によるとっていうことを言い続けて、ロジータをイライラさせて、ロジータという超セクシーなグラマラスな女性なんですけどねっていうキャラがいるんですけど、をイライラさせるみたいなこともあったりするんで、何でもかんでも計算だけでいくっていうのも、これも NG だった。だから計算と感覚ってやっぱバランスが大事ですよね。楽観とマイナスをバランスよくっていうのと同じ感じで、はい。で最後シリアス、これは真面目すぎるっていうことです。だから誰かがユーモアで冗談を言ってるのにそれを真に受け止めてしまって、まあ相手を怒らせる、これ実際僕も経験したことがあるんですけど、僕じゃなくて僕の先輩と僕の同級生が、まあ、バイト先一緒だったんですけど、なんか本を買う趣味の話だったんですね。趣味の話で本を買う
のと、まあ、風俗に行くのってお金どっちに使うみたいな感じとか、なんかそんなよくわからないような話をしてたんですけど、なんか僕は風俗に行くお金を使うくらいだったら本買って勉強しますみたいなことを言って、ちょっと酔っ払って続きだったんでね、まあそんなんで人生楽しいのかって言ったら、僕の趣味のことバカにしてるんですかみたいな、こう真に受け止めて、なんかこうつかみ合いの喧嘩まで行って、全員、ま、残り人間周りがこう止めるみたいなことになったんで、お前なんでそんな冗談もわからんねん、ボケって言ったら、そんなの冗談に受け取れるわけないでしょみたいなことを言ったんですけど、しょうもからそういうしてんなとか思いながら言ったんですけどね、皆さん自身でもこっちはあのなんていうんですかね、まあ、冗談のつもりでも実はそれがいじめだったっていうこともあるんですけど、そうじゃなくてみんながふざけ合っている中で一個も笑わずにやってる人とか見たら、なんかこうノリが悪い、なんでお前いるのっていう感じになってしまうので、それも注意が必要なポイントになってくるんで、面白い楽しい場だったらみんなと一緒に笑うっていうことも大事ですよっていうことです。本当に楽しくなかったら近いとそこに行かなければいいというわけですから、そこに参加している以上っていうのはやっぱりその輪の中に馴染むっていうのも大事なんではないかなというところです。ということで、今日は他人の考え方に関する地雷ポイントっていうのをお伝えしてきましたが、これまで他人の行動に関するポイント、それから自分が何かされてしまった時のポイント、それから他人の仕事ぶりに関するポイント、そして他人の感情に関するポイントということで、計5つのですねポイントについてこれまでお話をしてきました。皆さん自身が人間関係をより良くしていきながら、そしてやっぱり幸せに長く健康的に生きていくためには、人間関係っていうものは欠かせないものになりますので、ぜひ今までの5つのパートの中でお伝えをしたようなことっていうのを意識していただきながら、人間関係をうまくしていって、そして長く幸せに生きていただけたらなというふうに思います。ということで、本日の動画でパート5以上とさせていただきます。5つ付き合っていただきましてどうもありがとうございました。また次回以降の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。